さあ、それでは続きをやっていきましょう。さてと、今度は台座に取り付けていこうと思います。まずはね、こいつの中心を拾っていこうかなと。まず置きたい場所を当てる。でもこれウィングつけてからの方がいいな。ウィングつけよう。このね、距離がね、分かんなく、まあ距離はあんまり関係ないか。まあいいや、でもよいしょ。なんでこう撮影しだすとキータが泣き出すかな。声が聞こえるもんでかな。よっと、しっかりね、つけてね。でいい。こっち飛び出てるな。これでいいのか。奥まで入ってるからな。こっちがなんか奥まで入んねえな。なんだろう。ギュッ。こっちをギュッと奥まで入れると、あ、こんなもんか。よし。じゃあ流し込む。やりづれ、すいませんね、ちょっとカメラ映らなくて、手首がそんな曲がらなくて。これでいいか。くっついたかな。オッケー。よーし。さあ、では開けよう。ああ、穴開けようじゃない。場所を決めよう。結局ね、ここ見つからないから今作ってる。よし。作っても今、結局乾燥待ちなんだよね。急いで作ったよ。こんなもんか。横はこれで OK。 縦方向は、ああ、まあ縦もこれでいいかっていうと、これで印をつけよう。まあこんな感じでね、真ん中ここですよと。こう見て、ここも真ん中ここですよと。で、まあこうやってね、車体を見た時、まあ、ホイールベースの大体真ん中あたりっていうのを当ててあげたいので、こんな具合の、こんな具合、もうちょっと後ろでもいい。こんなもんか。こっち側はちょっと大きいな。もうちょっと、こんなもんか。こっち側もこんなもんか。よし、 OK。 で、これで開けたいところの真ん中あたりぐらいにピタッとつけるよと。で、こいつを外して定規で位置を決める。そしてね、そうすると開けるべきところが見えてくるので、あれ、どこ行っちゃった。あれ、あったあった。
穴を開ける。よいしょ。皆さんはお休みいかがお過ごしかな。結構うちのメンバーでも出かけてる人が多くて模型離れしちゃってるね。まあね、こういう時ぐらいね、お出かけしないとね。私みたいにあまり出かけないようじゃちょっと、まあでもなんだからね、そのお買い物とか行ったりしてね、お出かけはしてるんで、そういうね最低限やらないといけないことだけど、まあ本当でも平日にあまり時間がないからとかね、休日とかもほとんど僕の場合だと土曜日も仕事行っちゃって、あんまり家に1日しかいないような状態だから、こういう時に家のやることやってみたいな感じで、明日はだから今日本当はね、なんかあれだね、台風が来てるみたいだね。これの動画をアップする頃にはもう台風が来てるか行ってるかっていうと、行っちゃったとかどうなのか分かんないけど、いつ頃アップになるのかな、この動画自体が。なんとも言えないけど、よし、これでまた今また位置これを決めてですね、この辺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 、OK、でこう見て横にずらす、この辺か、OK、OK、もうちょっと前、こんなもんか。でずれないように手でしっかり固定して、裏からドリルでちょっと当ててあげる。よし。そうすると開けるところに傷がついてるので、ここを開けてあげる。これ一応ね、もともとこういう風にやるための穴がこう2箇所開いてるんだけど、場所が悪くてね、うまく決めれなかったんだよね。だからもうこういう方法でやっちゃう。まあ大体いつも僕のね場合そうだけど、まあ、結構ちゃんと決まってて寸法表示とかも説明書にあったりすればもうそれでやるんだけど、今回もねただついてるだけで、説明書にその距離表示だとかいろいろついてなかったから、まあこれでいっちゃおうかなっていうところでございます。あ、おいマジか、パーツが取れた1個。まあ後で直そう、後で直せる場所か、直せる場所だ。いや、めんどくさいから今直そう。で、引っ掛けちゃったよ今。よいしょ。どうだ。真剣。超真剣。正面から見て全然位置が合ってた、合ってねえじゃねえか、チキショ。うわやべえかなこれ。
なんとかいいか、大丈夫か。よし、OK、いいだろう。なんか最悪だな。まあいいか。最悪だな、これは。こんなんどうやって直そうかな。うわー、ちょっとね、今取り付ける位置をしっかり間違えちゃって、跡がはっきり残ってるけど、これ直しようがねえな。もうこれ結構きついんだよな。まあいいか。こうはっきり言って目立たないって言えば目立たないんだけど、なんかこうやっぱり作った本人ってすごい気になっちゃうんだよね。しょうがねえか、このまま行こう。くそー、ここまで来てこれかよ。ふぅ、厄介だぜ。特にかっこいい機体でねっていう感じなのに。チェ、乾いたかな、ここのパーツ。あ、いや、先にじゃつけちゃおう。で、今度は取り付ける際は、ここからここの高さをね、少し測らないといけないので、まあこのままつけても大丈夫な距離ではあると思うけど、ワッシャーでね、高さを少し調整してしっかりくっつくようにしてあげよう。とりあえず1個置くで、ちょっと横からね、こう覗いてみて隙間があるかも。まだもう2個ぐらい、もう1個いいな。これでちょうどいいぐらいかな。あ、ちょうどいいでしょ。 OKOK、 少し隙間が空くぐらいにしておかないと引っ張れないからね。で、これは下からの距離が結構短いから M3 の12でくっつけよう。完成だ。これで次のやつに手が かかえる。しっかり締める前に位置をね決めながらの、なおかつ意外とね気になるこのタイヤの向き、これもしっかり決めておきましょう。おてん座が後ろの方だね、説明書上だと。こんな感じか。これ逆。これもタイヤ、ポテンザは後ろで、これもポテンザを後ろに。この時ね、無理に触ってね、デカールを剥がさないようにね、しましょうね。さっきの自分のねことじゃないけど、最後の最後でやらかすとちょっと。あ、また外れた。何なんだ一体このパーツ。もう嫌になってきた。ちょっとじゃあ、実はね、ちょっと今さっきね、ほんと嫌なことがあって、余計にはイライラしてんだよね。たまこいつらほんとめんどくせえなみたいなことがあって、それで余計にイライラが募る。ダメだ、よくね、常に平常心で明るく楽しく生きたいのに、なんかめんどくせえことすんなと思って。携帯が鳴った。
あ、こいつらっつっても別にジン&カーズのこととかそういうわけじゃないからね、うん、まあ、ちょっとプライベートでね、めんどくせえ話が。よし、OK。本当に OK だろうな。よし、OK。もうめんどくせえ。なんか本当。人ってめんどくせえって思っちゃう。ダメだね、こんなんじゃ。そんなこと言っとっちゃうかな。よし、次。説明書はどこやった？で、ですね、まだこの横のさっきのね、給油口のタンクのところにデカールを貼らないといけないっていうのはあるんだけど、それはまあ勝手に後でつけておきますっていうのと、うわ、やべ、大変。これ今思い出した、ここ穴開けないといけないんだった。で、アンテナつけないといけないんだ。うわ、忘れてたよ、すっかり忘れてた。アンテナでしょ、今取り付けないといけないの。あとアンテナとこのよくわからないボッチと、あとこのまたわけのわからないこれ丸いやつ、これをつけないといけないんだ。うわ、なんかミスってるね。いいか、一番いいか、この今のこの気持ちのこのうーっちゅう感じが。外すぜ、やるぜ。さっきまた飛んでこいつが取れるだよね。ポロッついて、あーっつって言ってるさ。いい、やめて、パキパキいってる、やめて。いや、なんか外れそう。ちょっと助けて、こっちも、取れた、いい、ほい。ここに穴開けないといけない、このこことここ2箇所が、そう、穴開けない。俺多分プラモデルこれあれじゃない、あるんじゃない、あの指示が。なんだよ、今回完成するとか言っとったのにさ、みたいな。おめえ嘘じゃねえかよっつって、いつまで引っ張るんじゃねえってね。いや、見たい人いるかなと思ってっつって、ちょっとこう適当なフォローを。まず後ろの大きい穴の方は 1.5 で開けるよっていう感じだから、100均なんでダイソーで売ってるこれで開けることは可能ですよと。ただ1パイのやつはまた別個で用意しないといけないね。ふう、1パイ加えれたかな、こっちで。忘れちゃおうかな。ピンバイス、あ、加えれる、多分きっと OK、 加えたな。で、これね、こういうこんな風に僕みたいにちょっとやらかしてしまった方のために、ゆっくり穴を開けてあげれば力ごなしではなく、そうすれば全然問題なく開くから、焦らずこうね、ひたすら回していくんだけど、力を入れずに削るといい。削る感覚ね、あまり力強くやっちゃうとバリがすごい出ちゃう。ドリルっていうのは1回転で削れる量っていうのが決まってるから、それに沿って綺麗に穴を開けてあげれば、むしれることもなく綺麗に穴が開くんだよ。力を入れれば入れるほど肉厚なゴミが出ちゃう肉厚なゴミが出ちゃって、バリバリバリってなっちゃうんだけどね。ほら、すごく綺麗に穴が開いたっていうのがあります。ドリルは1回転に対して削れる量が決まっているので、それをオーバーするような切り方をしなければ大丈夫。だから要は1回転で切れる量っていうのがもう決まってるから、それ以下で削ってあげれば大体うまくいくかなって感じ。次、1パイ、そう、1パイのドリルは1パイのドリルで別で買ってあるから、それを使いましょう。1パイのドリルさん、出番ですよ。はい、あなた1パイですか？そうです。よし、OK。
ちょっと今度1パイのドリルはこれで加えることができないので、ピンバイスの径を変えてあげましょう。今何分？やべえ、時間が全然ねえ。あとでこのコレットはしまっておこう。これもさっきと同じように力を入れずに切っていきましょう。ほら、バリ出てない、素晴らしい。よし、 OK。 では細部合体だけど、今ねちょっとこう切り子が出てるんで、ほうきでまたしっかり履いてつけてあげましょう。夫婦やりながら、このハケで浮かせながら浮いたやつを息で飛ばす的なイメージ。うい、頼むぜ、壊すな俺、壊すなよ。よし、入った、いいよいい、このままいっちゃって、よし、はあ、よし。嫌だね、この合体の瞬間ってほんと一番嫌だよね。嫌っていうか、まあでもワクワクでありながら一番の山場というか、ほんと大したところじゃないんだけど、この一瞬に全てをかける的な感じの、どうでもいいや。さあ、あとアンテナを持ってって、まだエンブレムとかねやってないから、結局次回完成かよって感じだよね。でも実際さ、これね、プラモデル作る方よくわかると思うんですけど、最後の最後って一番時間かかってんだよね、何気にね。夢中になってるから本当に完成間近であんまり気にならないんだけど、なんだかんで結構時間食ってんだよね。これは調合したやつでつけるか、あんまりここは、よし、 OK。 こうやってつけるんだけど、この横から見ながらね、横に倒れなな、ね、横向きに倒れてないか、こう向きを見ながら修正してあげて、でまたこっち側を見ながら、まっすぐ立っているかを確認して、こう直しながら補正していってあげる。オッケー。次、こいつ向きがある。ボッチがついてるから、ボッチが後ろになるようにくっつければいいんだね。こいつも、こいつちょっとめんどくせえな。あー、やりすぎたな。なんか流し込み剤じゃなくて、この普通のセメントの匂いがちょっと懐かしく感じたな、なんかイメージ。こんなもんか。ちょっと切らんちゃったかな。まあいいか、しょうがねえな。向きを直しながら、いいね、 OKOK。 アンテナも動いてない、 OK。で、今度このガラスの部分にもなんかボッチをつけろ的なこと書いてるんだよね。これウォッシャー液かなんかが出るようなところなのかな、本当は。これ穴開けろっていう指示ないんだ。あれ、これもしかして俺、あ、間違えてる、多分これじゃない。いや、合ってる。
いつをここにつけるよ。なるほど。ちょっとつけすぎたかな。いいかな。大丈夫かな。いや、ちょっとつけすぎな気がするね。ティッシュ。あんまりつけすぎてもブチュってなる原因になるだけだから、ちょっとこう吸い取ってあげて、ほんのちょっとのあれでつけば大丈夫だから、集中してここにピタンとつけて、ここにギュッとやれば OK。 ついた。よし、できた。あとまあエンブレムとかその辺はデカールはね貼って、まあ、ちょっとそこはさすがに飛ばすかって言いたいけど、まあそこもお見せした方がいいか。ちゃんとねここまでやったらね。よし、まあでもほぼほぼね完成して、あとケツにもベンツのインレットマークをつけないといけないか。まだなんだかんだやることあるな。よし、すいません、今回ちょっと完成させることができませんでした。トラブルもありながらも、という感じで、まあほぼほぼ完成です。で次回完成になりますので、また見ていただけたらと思います。では一旦止めます。